7月28日に最終話が配信され完結したプライムビデオによる婚活リアリティ番組、バチェロレッテジャパン、シーズン2、プライム会員向けに独占配信、にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美希、は正式には、雑崎、が14日、自身のインスタグラムを更新。同番組でカップルとなったプロバスケットボール選手の佐藤マクファーレン勇気の誕生日を、バチェロレッテジャパン、シーズン2に出演していたメンバーでお祝いした様子を公開し、反響を集めている。バル、尾崎美希、佐藤マクファーレン勇気の誕生日をバチェロレッテメンバー祝福。尾崎は、バチェロレッテメンバーでお祝いできた。ハッピーバースデー。素敵な一年に、という文面とともに13日に30歳の誕生日を迎えた佐藤を祝福し、バチェロレッテジャパン、シーズン2のメンバーで誕生日ケーキを手に持った佐藤を囲んでいる写真を公開。佐藤の誕生日会には阿部大輔、小出翔太、佐藤俊、沢井和樹、高橋光大、光は正式には、はしご高、佐村和正、ビルマチ恭平が参加している。また佐藤も同日自身のインスタグラムを更新し、30歳になりました。たくさんのお祝いメッセージ本当にありがとうございます、と感謝を添え、誕生日会を企画した尾崎や、当日駆けつけたメンバーにお礼をの気持ちを伝えていた。バチェロレッテメンバーでの誕生日会に反響この投稿にファンからは佐藤を祝福したコメントとともに、みんなの笑顔が素敵です。素敵なメンバーでのお誕生日会ですね。仲の良さが伝わってきます。などの反響が寄せられている。バチェロレッテジャパン、シーズン2、バチェラージャパンの男女逆転版である本シリーズは、独身女性が主役となり、真実の愛を見つけるため多数の候補者から未来の結婚相手を選び抜く、かつてない婚活リアリティ番組。愛知県名古屋市出身の尾崎は、2017年3月、大学卒業とともに起業し、コスメブランドと美容メディア運営を行う会社を設立。まつげ美容液などを販売するプライベートブランドが幅広い世代の女性から支持され、わずか2年で年商15億円を達成するなど、今注目の若き経営者。佐藤は、17人の男性から未来の結婚相手となるファイナルローズの相手に選ばれた。